なんでこれエメラルドグリーンになるんだろう。緑のトンネル。水がさ、霧みたいになってる。絶対来た方がいい。ほんとここはおすすめのスポットです。かわいい。小川の滝、遊歩道。行こっか。さあ、今から。頑張って歩くよ。1.2 キロ。歩きまーす。おー。よし。あっちゃん頑張るぞ。てか走っていくんじゃないぞ。おーし。なんかついていけないから。ちょっと待って、あのね、ちゃんとね、ペースを考えていかんとね、マジでへばるから。おー、早速さ、道がもう、こんな感じ。狭いっす。本当や、うん、高さが高い。あっちょうと比べてみる。はい、でん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 。お山とお山の間にね、一本ちょこっと出てきてる木が、まあ、相当でもでかい木だろうね。うわ、美しい景色です。すっちゃんが、すっちゃんがはしゃいでしまって先に行ってしまってるので、ママ頑張って歩いて追いかけてます。もうすっちゃん行かないでよ。もうママ追いかけるのしんどすぎます。ここにセーフにできるところがあるから、あ、じゃあそこで座ってパパたち待とう。うわぁ、こっから水が、あ、気になってる。待っとってくれた。これがかの有名な小川の滝か。なんか水の青の部分と黄色の部分が、すごい、めっちゃ綺麗。エメラルドグリーンやん、ここ。3分の1ぐらい来たけど。意外といける。意外といける。これさ、ほら、上。橋の真下に来てるのがあります。ねえ。ちょうど橋の真下やね。すごい。上からのさ、景色も相当いいと思うよ、これ。なんか。ん？落ちそうで怖い。あ、危ない。よし。足を踏み外さないように。階段と坂があるね。坂と階段どっちが楽だろうな。階段の方が楽。あと600m。あと600m。半分来ました。あ、なんか降りれそうじゃない。なんか、うわ、今中間地点だけど、すごい綺麗なとこに来ました。いや、めっちゃ綺麗やね、これ。まあ、あそこもエメラルドグリーンだ。清流の湖。エメラルドグリーン。すごいね。ちょっと、近くで撮っていきます。ここ、休憩スペースが。見てください、このエメラルドグリーンの川。めっちゃ綺麗。なんでこれエメラルドグリーンになるんだろう。分からん。なんでやろうね。でも南国の海はさ、こういうのあるけど、川でもこんなんなるんだろう。美しい。いやー、この休憩スペースいい場所だね。これを見ながら休憩できる。しかしもうすっちゃんが先に行っちゃったので、このまま行きます。なんというでかいわ。竹も生えてる。もうほんと、自然がすごい。美味しそう。美味しくて。木に光が照ってすごい綺麗。うん。いや。逆光で撮りづらい。すごーい。ここすごいね。緑のトンネル。なんかさ、道は険しいんだけど、空気が美味しいせいか、あんま疲れんくない。だって。おー、ちょっと日が出ると結構暑い。うわ、でかい岩見てよ。あれちょっと規格外やね。
なんて美しい。こう、うちにも気をつけにして。あれは長滝ってさ、まだたどり着いてないけど、途中途中の道もすごく綺麗だね。今の苔がまたいい感じやね。わかるわかる。苔もしてるのがすごくいいよね。雰囲気が出る。いやー、すごい。で、この川のもっと向こうってことだよね。よし。あとちょっと。うわ、うおー、すげえ差が。おっちゃん、元気が出てる。おー、上がったと思ったら下がるんかい。椅子があるよ、椅子が。これさ、椅子とテーブルになってない。なんか、岩でできた椅子とテーブル。そして、めちゃくちゃ高い一本杉。見つけちゃった、めっちゃ綺麗。本当、うん、すーちゃんね、先に行っちゃったんだよね、待ちきれなくて。え、すごい。あ、すごい。うわ、すごいね。うわ、これはやばい。ちょっとさ、あっちゃんたちさ、なんて言うかな。どっち？もうこっちの方がどうぞ来てくださいって感じなんだけど、こっちはなんだろう。なんかさ、こっち行って何があるやろ。上級者向けコースかな。おお。本当上級、一瞬だけ上級者コース。行ってくるんかい、わざわざ。あっちゃんが信じられないくらい元気になってる。わざわざ通って、どうやった上級者。別に、なんかさっきはとめっちゃ変わらなかった。お、ママたちいた。おおおおおお、すごい綺麗。どうよ、ここが小川の滝だよ。すっちゃん、あんた早かったね。なんかでも、すっちゃんね、なんでもすごいよ、すごいよって。見て、めっちゃ綺麗。そうさ、大きいね。めっちゃさ、この奥の部分、映画で見る。確かに。これかな、伝わるかな、本当すごい綺麗なエメラルドグリーンなんですよ。すごい、これさ、エラついてるのさ、ここのさ、この上から落ちてきてさ、水がさ、霧みたいになってる。上に登っていってみよう。もうね、あっちゃんね、暑いっつってね、今コート脱いちゃったんですよ。実際ね、寒いんですけどね、寒がりのあっちゃんがコートを脱ぐくらいの感動。いやでも本当なんか見に来れてよかった。なんかさ、この景色はさ、みんな絶対見た方がいいよね。うん、これすごいよ。ちゃんとマフラー取ってきた。でも大丈夫なの。うん、あと手袋も。あ、涼しい。うん、あ、よかったね。うん、めちゃくちゃ綺麗やし、途中来るところも本当ね、すごかった。カメラわかんないかもしれないけど、広いんだよ俺。うんうん、ものすごい広いからね。絶対行った方がいい。本当ここはおすすめのスポットです。なぜか上級者コースで帰っている。残りの階段より左の階段の方が多い。どう？まだ先。なんかね、単管、そうそう、単管ジュースとかすごくなんかね、おすすめらしいよ。さつまいものシュークリームもある。うん、おっちゃんも焼き芋がいい。焼き芋がいい。地元産マンゴーっていうか、マンゴーが取れるんだね。おお、すんごいおしゃれ。ねえ、ん、これ食べたくなった。かわいくない？かわいいね、めっちゃかわいい。あ、こっちも可愛いよ、大胆なゼリー。めっちゃ映える。めっちゃ可愛い。可愛い。食べる？
焼き芋がいい。焼き芋。焼き芋がいい。あ、焼き芋がいい。あったかいの食べたいね。そうか、あったかいの食べたいね。焼き芋種類があるよ。え？シルクスイートと紅はるかって。かわいい。うん。こんにちは。こんにちは。うん。美味しい。めっちゃ美味しい。甘酸っぱくてさ、うん、疲れた後にちょうどいい。うん。うわ、うん、あすごい。めっちゃ柔らかい。色はさ、めっちゃさ甘そうな色してる。うん、はい、美味しい。めっちゃ高いね。すごい蜜。うわぁ、すごい。これは甘い、ずっと甘いよ。味。ありがとうございました。美味しい。美味しい。これさ、かわいい。なんかママが食べたら残酷じゃない？耳が、おー、ちょっと。あさつまいもと、なんかフルーティーな、大体気がつかない。入ってて美味しい。なんかママ、子供たちが食べ残したのアイスクリームを狙ってるんだけど果たして食べれるんでしょうか。じゃあ、食べていいよ。美味しい。フフ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 フ。まああっちゃん、本当よく頑張ったよ。あんなにね、大変なところを歩いてきたの。ママも頑張ったんですけど。ママも頑張ったんだよ。大人ですから。大人ですからね。大人でも頑張りを評価してください。やったさ。ん？あ、すごいね、あっちもね。あー。すげえ。ちょっと車が増えてきて、本当。今から人が多分増える。ちょうどいい時に行きたい。はい。